第四代ファイフ公爵デビッド・チャールズ・カーネギーはイギリスの貴族。1992年まではマクダフ伯爵を1992年から皇位を継承する2015年まではサウスエスク伯爵を儀礼称号としてそれぞれ用いた。エドワード7世のヤシャ語に当たるためイギリス王位継承権を有する。第三代ファイフ公爵とキャロライン・デュワートの長男として生まれた。 イートン校に学んだ後、ケンブリッジ大学ペンブルックカレッジに進学1982年に学士を修了した。1982年から1985年にかけて株式仲買いを行う風なぶ投資銀行に勤務した。1986年に母校ケンブリッジ大学より文学修士の学位を送られた。その後、王立農業大学に学んでいる。 1988年から1989年にかけてはエディンバラに本拠を置く投資顧問会社ベル・ローリーカンパニーで働いたエディンバラ大学に就学して経営学修士の学理を習得1992年から1996年にかけては投資信託業リーブスネーランに在籍した2015年に父の死去に伴って 爵位を継承した。1987年にキャロライン・アンバンティングと結婚して3人の息子を設けている。ありがとうございます。